ジョーガ2号は、中華人民共和国が2010年10月1日に打ち上げた月探査機。中国2決目の月周回機であり、月探査終了後は、中国発の小惑星フライバイも行った。ジョーガ1号と、ほぼ同設計であるが、解像度10メートルという、高解像度 CCD カメラと改良した 3D カメラを搭載するなど、いくつかの変更点がある。 上が1号よりも低い月軌道の高度 100km で観測を行い、撮影された画像は中国発の月着陸機上が3号の着陸地の選定にも使用される予定である。2010年5月の中国宇宙飛行基金受賞大会では月面に向けて衝突体を発射する予定であることが明らかにされたが、このようなことは行われなかった。 2010年の国慶節である10月1日に、調整3号 C によって打ち上げられた。ジョー2号はそのまま直接月に向かって飛行し、数回の軌道補正マヌーバーを行った後、10月6日に月周回大円軌道に投入された。その後北京航空飛行管制センターは、数回の軌道修正を行い、ジョー2号を周期約118分のミッション軌道に遷移させた。 10月28日午後6時25分に月面から高度 18.7km まで接近して虹の入れ地域を撮影した。この写真は11月8日に公開され、同写真の除幕式には恩加法首相も出席した。予定していた回数よりも少ない噴射で高い精度の軌道を得ることができたので余った推進材で月周回軌道を離脱させ太陽地球 L2 に送り込むことになった。2011年6月8日と9日にスラスターを噴射させつき周回軌道を2月6月20日に軌道修正を実施した。同月25日に太陽地球 L2 に到達。今後寿命が尽きるまで宇宙空間探査を行う予定とした。2012年4月15日に地球近傍小惑星トータストのフライバイを目指して、 L2 点を出発した。2012年12月13日の北京時間16時30分にトータティスに最接近し3 2トルの距離を相対速度秒速1 0 7 3トルで通過した。国家国防科技工業局は12月15日に探査成功を発表93から2 4 0トル離れた。 距離から撮影した、解像度の高い写真を公開した。チャン・イーにフライバイオブトゥタティス2013年1月15日、ジョーガ2号の成果発表資料。ありがとうございます。